おはようございます。3月30日木曜日、三経妙を読んでです。今日の三経妙の表題は次のように決めました。中国への渡航は本当に怖いなです。これは中国のというよりスパイ防止法について書いてあります。中国の古い兵法書、孫子って知ってると思います。13編あるんだけど、最後がスパイの話になっています。スパイっていうのは、敵国から送られてくる人のことだけど、どう対処するか、っていうことだですね。買収して、そのスパイを買収して自分たちの味方にしてしまって、二重スパイとして敵に送り込む。そのことによって敵に嘘の情報を流せるし、自分たちのスパイも動きやすくなるということです。中国では今でも孫子を参考にしているみたいです。しかし、外国人をスパイだと決めつけて捕まえるなんて書いてない。今回、アステラス製薬の幹部の人が中国で捕まってしまった。それは中国の反スパイ法に違反したって言われています。この反スパイ法は何が怖いかというと、何がダメなのかよくわからないということです。適当に内容を解釈してスパイとして捕まえてしまうということです。今回もその人が何をしたか説明してくれない。その人は中国で仕事をして、仲間している間にいろいろ知ってるから、日本人の仲間にも頼られていたんでしょうね。やっぱり中国のことを知りすぎたら、そういうことが起こるんでしょうか。アステラス製薬の人はショックだと思います。今年の初めにも日中青年文化協会の元理事長っていう人がスパイ容疑で捕まった時の話を書いてあります。書いています。6年間も刑務所に入れられて、やっと帰ってきたんだけど、その人は最初の7ヶ月は日光を浴びることができなかった。唯一浴びたのは1回だけで、1回15分だけだったということです。信じられませんね。今回のその人の、そのアステラス製薬の幹部の人も大丈夫か心配です。それに反して日本はスパイ防止という法律、スパイを防止する法律がないんです。それどころか、監視カメラの市場で日本企業がどんどん増えてきています、ということを「正論」という雑誌に書いてあります。日本にいるのに中国に見られているかもしれない。孫子も驚くようなことで、日本はスパイ天国なんです。なんで日本がスパイ防止法を作らないんだろう。やっぱりなんかあるんでしょうね。スパイ防止法を作ったら困るようなことが、もうわからん、日本の政治家のやることは。以上です。